国立イベント研究所の藤沢です。オープンリファインの使い方の話をしてほしいと言われたとき、昨日から参加していて、アノテーションとバイオサンプルとオープンリファインの、キーワードで、と私みたいな形で、させていただきます。まず、これまで、主に微生物のゲノム解析、ゲノムアノテーションに関わってきたのに、昨日、ライトニングトークやるのかなと思って、ちょっと資料慌てて作り始めたのがこちらで、主にシアノバクテリアが、多いんですけど、割と、下の方は古い時代、古くは本当に、数ヶ月とか1年とかかけてマニュアル、ゲノムのマニュアルアノテーションをしてた時代から、一番上とかはもう、谷田さんが作った DFAST で、5分で回す、1株5分で、さばくみたいな、時代を経験してます。で、なんとなく僕の、仕事の一貫性というか、方向性としてはゲノムアノテーションの、自動化に関わってるのかなと。谷澤さんが作ってる BE:FIRST の、API の開発とかに、少し貢献していたりとか、あと昨日も話題に出た、機能アノテーションの自動提案のところを DBSS の山本さんと統合アノテーターという、ツールを開発していて、で、今日の福田さんとかの話にあった DDBJ のバイオサンプルバリデータで、メタデータの、データ適合性を、検証したりで、これから控えている、バイオサンプルのメタデータに相当する、配列に対する、ソースフィーチャーとかメタデータの、整合性とか、バイオサンプルのメタデータに相当する配列にぶら下がったメタデータの整合性チェックっていうのも、これから控えていて、そのバリデータの開発と、バイオサンプルのメタデータの整合性を取るっていうような、ものも控えております。で、統合アノテーターは本当に機能アノテーション、INSDC に登録するときの、遺伝子とか CDS のプロダクトの、何か入力があったときに、辞書をチェックして、かつ、プロテインネーミングガイドライン、国際的な、プロテインネーミングガイドラインに従って、何らかのアノテーションをしたり、サジェストして、候補を返して、正しい名前を導くといったようなツールで、一応こちらから API もこう公開していて、ここ2、3年でかなり高速化して、使える形になってきたという状況になっています。で、現在の仕事ですが、森さんとか、岡部さんと一緒に microbe.jp の開発が一応エフォートとしては 70%、 あと兼任で、DDBJ 30% という状況なんですが、microbe.jp ではポータルサイトの開発とか、バイオサンプルに相当するユーザーが登録した、解析データと、それに付随するサンプルデータと公開データを比較するために、ユーザーから、登録してもらうメタデータのところの登録機能の開発を、しております。で、DDBJ では今、これまでバリデータの、開発とかをに、コミットしてたんですが、現在、DDBJ のアカウントの統合とか、バイオサンプルとか、DRA 系の、エントリーを公開するための、公開系の開発だとか、あと、運用の管理とかも今、している状況です。数字としてはだから 70% 対 30% ですけど、数値のサイズ的にはこう逆転しているみたいな状況に今なっております。で、バリデータの話があったので、ちょっと簡単に紹介すると、基本的には、各種、DDBJ の、データ適合性をチェックするためのバリデータを開発して、それを、API サーバーから、に入力データが問い合わせがあったときに、そのデータに対して、エラーだとか、ワーニングという情報を返すというところで、現在バイオサンプルのバリデータが、運用に載っていて、登録ですでに使われているんですけど、それ以外のところも、一部開発しつつ、ちょっとまだ運用以降まではできてないんですが、という状況です。で、この辺のバリデータのところで、先ほどあったバイオサンプルパッケージの RDF だとかタクソノミーの AURL を使って、ちょっと複雑なタクソン と、パッケージのリレーションをスパークルで問い合わせて、それが不一致だとエラーを返すっていうようなところで、セマンティックウェブ技術を使ってます。で、
まあ、なんかざっくり、さっきスパークルで、取り出した、パッケージ一覧があって、それの定義だとか、このパッケージに付随する属性情報が必須かオプションかみたいなものが、R で書かれていて、それを取り出すことができると。で、あと、先ほどまた話題になったので、パッケージ、INSTC の中でパッケ、NCBI と DDBJ はパッケージ、EBI はチェックリストと呼んでいる、それぞれ3局が違う、パッケージ定義があって、一応そのアライメントは取ってるんですけど、特に、DDBJ は基本的に NCBI に合わせてるので、ネームスペースとしては一緒なんですけど、バージョニングが違ってると。EBI はかなり、また独自の各プロジェクトごとにパッケージが定義されているので、まあ、一部アライメント取れないものがあるという状況です。まあ、一応ここにアクセスすれば、この表が見れるようになっています。で、こっち、今度マイクロブ DB の、先ほど岡部さんとか森さんとかで、この、公開されているバイオサンプルのメタゲノムサンプルの、マニュアルアノテーションとオートアノテーションで、情報を、クレンジングして、RDF に変換して使うというフローがあるんですが、ユーザーから、Excel でタブ切りのデータを、入力してもらった時に、DDBJ の、バリデーション API を叩いて、データがきれいになったものを、一部タクソノミー ID を自動で振るとかっていうところが、バリデーションその API が実装されているところなので、そのサジェストされたデータを、同じ形式の JSON に変換して、その下流の、RDF に変換したり、検索系で使う、基本的には JSON なんですが、もう、太田さんとかが、設計している JSON-LD を意識した形の JSON モデルを、利用しています。で、まあなんかRDF と JSON の対応とか、一応どっちでもつけるように、関係は取ってるんですが、一部、そのパッケージの表現だとか、INSTC の ID のリレーションなんかは、記述方法が不足しているので、MicrobDB 独自の拡張をしています。で、まあ、RDF のモデルは、こちらも、RDF ポータルへの登録を、意識して、RDF データモデルを設計して、利用しています。で、この、作ってきたものをどう使うかなんですけど、これまだ、一応、今年度、今年、この11月末にリリース予定で、という状況なんで、まだ公開できていないんですが、先ほど、岡部さんが苦労されて、キュレーションされたデータが、ファセット検索メニューとして利用しています。で、基本的には、各、整理されたものっていうのは、オントロジーの型がついていて、まあ、メオの、型がついた、データだったり、先ほどキュレーションされたポストエスニシティだとか、エイジだとか、BMI とかっていう、メニューが、を実装して、ファセット検索として利用できる予定です。まあ、参考までに、ポスト BMI の、レコード、やっぱりこれ、下限と上限をチェックするときにメニューを設計したんですけど、バイオサンプルに、ホスト BMI が96っていう、かなり肥満度の高い、サンプルがあることは、なんかデータを見ていたら気づきます。なるほど、じゃあ、もっと上がいるかもしれない、96。はい。で、こちらさ、は、バージョン3、今、これから、リリースする予定の話なんですけど、先ほど、なんですよ、キュレーション API を、用意するはずだったのが、できなかった、犯人なんですけど、この前のバージョン2の、更新の時には、実際には、アトリビュート pH と温度に関してファセットメニューを、実装するために、目で見、基本的には、手動でデータをクレンジングして、まあ、バイオサンプルのアトリビュートのネームを、いくつかピックアップして pH をとのデータとして扱ってバリューを数値データにクレンジングするっていうものをオープンリファインっていうツールを使ってやりました。まあ、それを後で、ご紹介したいと思います。
で、アトリビ、温度に関しても同様に、まあ、温度になるとこういう、アトリビュートのネームの方にユニットが入っていて、まあ、これいつらを、まあ、対象の、属性情報を絞り込んで、プロパティを、絞り込んで、バリューを、きれいにするといったような作業をオープンリファインを使ってやっております。で、ここから、オープンリファインの紹介なんですが、オープンリファインとは 何ですかっていう問いに対して、まあ、基本的にはデータを眺めながら、データを、クレンジングする、まあ、整形したり、することができるツールです。で、もともとは Google リファインっていう、名称で、開発されたんですが、それが、まあ、コミュニティ版としてオープンリファインという名前で、に移行しています。しばらくちょっと開発が止まったんですが、最近、かなり開発が、まあ、ウィキデータとの連携と、ウィキデータへの、データの編集だったり、相互利用ができるような、エクステンションがあって、この辺の開発が進んでいます。一応、最新版が 3.2 で3、まあ、ベータ版として 3.3 が出ているという。で、さらに、まあ、RDF に変換したり、そういうウィキデータのハンドリングのための、機能拡張をインストールすることによって、拡張も可能です。で、まあ、オープンリファインの、なんか、サードパーティー性みたいなものが、開発が止まってたので、一時期出てたんですが、ちょっと最新の情報をかけると、軒並み、アクティブな開発は進んでなくて、オープンリファイン本家を使っておけば、もう、大丈夫そうだという、ところです。で、オープンリファインの機能は何かっていうと、まあ、データを整形する、して、データを調べる、あと外部データの参照するっていうのを、ちょっとなんとなく、デモしようと思います。で、ちょっと一部その、外部データを参照するっていう、機能にあたっては、オープンリファインのリコンシレーションサービス API という仕様があって、その、API を叩くと、テキスト情報を投げたときに、その、ID だったり名前を返す、もしくは、そのクエリに対して、スコアリングもして、優先度の高い、オーダーで返すっていうような仕様で、こちらは、ヒローインフォマティクスの、業界で、生物種名を投げると、タックス ID だったり各種 ID を返すっていうような API サーバーが 実際存在してて、あとで、NCBR タクソノミーのに関するリコンシレーションサービス API 叩いた結果をお見せしますが、まあ、基本的に、かなり最新のレコードが参照されている状況なので、まあ、メンテナンスされているかどうかは分からないですけど、まあ、動いているという状況です。それ以外にも、ちょっと、内容は分からないですが、GBF だとか、いくつかの API サーバーが提供されています。で、すいません。まず、まあ、ちょっとインストールとかは統合 TV とかね、すでに、提供されているのでそちらに従ってまして、オープンリファインをインストールすると、ブラウザーの、環境で、アクセスすることができるようです。まあ、ローカル、デフォルトだとローカルホスト3333番で立ち上げると、こういう、画面がブラウズされると。で、ちょっと参考までに、僕先ほどの一番最初に示した微生物ゲノムアノテーション、ちょっとすでに、昔からゲノム、オープンリファイン、ゲノムリファインを使ってゲノムアノテーションした時代、これ、スピリオなので、すでに、7年前ぐらいのゲノムをきれいにするのにオープンリファイン、Google リファインを使ってたという状況です。で、こいつらを本当は自動化したかったんですが、自動化せずにずっと僕の、端末に眠っている状態で、一番最後に、ようやくそれが実現できそうだっていうものを紹介します。で、まずは、どうしようか。まず、ちょっと簡単なやつで、これ、入力インターフェースは、いくつ、各種 TSV だとか Excel ファイルだとか JSON、XML、RDF 何でも、入力できますで、どうしようかな。
時間ってどれぐらい？いくらでもこちら、総合 WS の、GFS 形式のデータを取得する URL なんですが、この URL を、入力して、NEXT とか押すと、単純に、まあ、GFS タブル切りの、形式ではあるので、Q カラム、これで、ラインベーステキストファイルなので、こちら TSV とすると、GFS がアップロードされて、各カラム、9カラムで、ロードされると。で、まあ、ちょっとポチポチ触ってみようかなと思うんですが、どうしようかな。で、これでクリエイトプロジェクトってすると、実際に、プロジェクトが作成されます。で、例えば、データを見ながら調べるって言ったときに、こういう、ファセットメニュー、テキストファセットっていうのを選んであげると、ちょっと遅いか。ちょっとやめますね。こんな時のために、作っておいた、先ほど作っておいた、いくつかの、デモするために、作業した履歴っていうのが、すべて、こちらに残っていて、この、履歴っていうのは、エクストラクト、JSON 形式で記述されていて、これを別のプロジェクトにコピーしてあげると、その、作業したプロセスがそのデータにも反映できるという状況になります。で、一番最初プロジェクト作った後に、どうしようかな、編集しなきゃいけない。この、カラムさんの、テキストファセットっていうメニューを検索すると、こういった形で、頻度と、値が、こうファセット検索メニューになって、表示されまして、例えばこの、レコードを選択してあげると、そのレコードだけが絞り込んだ状態になると。で、例えば、どうしようかな、履歴を消すのが辛いので、ここでやります。で、ここまでの作業で、いろいろポチポチして、アトリビュートの中から ID とかペアレントとかプロダクトっていう情報だけを抽出して別のカラムにして並べ直して、カラム名を GFF の、表記に従って、修正するっていう、まあ、23プロセスのものを適用したものがこうなります。で例えば、先ほどのファセット検索をすると CDS とか、ごめんなさい。例えばこれを、CDS をなんか適当に、編集すると、レコードが全部、この CDS が、一括で置換されたりとかっていう状況です。で、さらに、何ですかね。まあ、編集もできて、エディットセルのトランスフォームとか、例えばしてあげると、これを、例えば、これを、CDS、なんですか、なんですか、一行のコマンドラインからも編集することができて、さらに、このトランスフォームっていうのは、こちらのヘルプで書かれているように、いろんな関数が用意されていて、リプレイスしたり、正規表現パターンでマッチするものだけをリプレイスするみたいな記述が、こちらの、インターフェースから、実現できます。で、まあ、ヒストリーとか見てもらうと、
なんか例えば、この辺で、先ほどやったアトリビュートの中から、セミコロンで分割して、ID の、後ろを、取得してでさらに、URL でエスケープしたデータを取るとかっていったことが、こちらの、一行書くことによって実現できるということになります。で、まあ、ということで、なんかこう、ファセット、データを見ながら、その、目的のデータだけを絞り込んで、それを編集するっていうのが、ポチポチやりながら実現できるので、なんかデータを見ながら、なんか、データを見ながらそれを加工するっていったことが、まあ、やりやすいツールになっています。で、せっかくなので、次に、ちょっといろいろやろうと思ったんですが、アントレダイレクトの、e サーチで、まあ、シアノバクテリアの一部のグループの、バイオサンプルのレコードをフェッチして XML で出力したものを、こういう形でバイオサンプルのセットとして XML で出力したものを、あらかじめ用意してしました。でこちらがを、XML 形式をそのままアップロードすると、で、こんな形で XML が、表示されて、で、この中で、例えば、ちょっと全部やると重たいので、このアトリビュートの領域だけ、パースして取得するみたいなことが実現できる。そうすると、バイオサンプルの XML の中から、アトリビュートが、パースされて、テーブル形式で取得できるという状況になります。で、ここちょっと見にくいんですが、基本的にここが、アトリビュートの、バリューで、ネームで、あとは違うシノニムとか、ハーモナイズネームというのが、表示されています。で、ここで、データ作ってあげると、さっきの、GFF とか、TSV 形式とかと同じように、表現されて、ちょっと一部上に、表示が、違っているんですが、それで、同じようにテキストのファセット検索とかしてあげると、大文字小文字混じってるから小文字を全部大文字に載せたいとかいうときは、はい、そのすでにあるところにこう、すでにある時になんか小文字の、大文字のものだけ小文字に編集してあげれば、変わりますし、その、関数を使ってリプレイスとかしてあげれば、うん、大文字であるものを全部一括、小文字に変換するっていうこともできます。ちょっとなんか1回目が遅いんですよね。もう1回出ました。これが、先ほど、バイオサンプルの、XML から抽出した、アトリビュートの、一覧があって、これ、カウントごとに相当してあげるとこんな形 で、 なんでしょう。アトリビュートネームが、バラエティー飛んで、表示されていると。で、このなんかオープンリファインのちょっと、便利なツールとして、あの昨日沖さんが紹介されたクラスタリングっていう、機能があって、まあ、ちょっとなんでフィンガープリントから、N グラムで、N グラムサイズ2ぐらいにしてあげると、さっきの、アイソレーションソースだとか、こういったものが、クラスタリングされてグルーピングされると。で、どれ採用するかなっていうのを、まあ、一番多いやつこれってすると、まあ、チェックが入ってこれが最初に名前が寄せられるっていうのを、まあ、ポチポチ、一回やってあげると、これまあ基本的になんかアンスコとかで、がついているものをなんか採用してあげたりとかすると、どうしようか、まあいいか。で、クラスタリングしてあげると、まあ、残ってるやつがあるんですけど、こういった形で全部、プロパティ名が寄せられて、
で、さらに、まあ、そうです。で、この作業自体が、プロセスとして残っているので、次のデータを、アップロードしたときにも、同じ作業をせずに、まあ、この JSON をコピペしてあげれば、再現できるというようなことが実現できます。で、すみません。ちょっと、リコンシレーションについてですが、以前、僕が DDBJ、そのシアノバクテリアの、2株のいくつかのゲノムを登録するときにバイオサンプルに登録した、DDBJ のバイオサンプル登録形式を、こちらにアップロードしたものです。で、そのときは、ごめんなさい。タックス ID がなかった時代なので、こういうタクソノミー ID が1っていう形で登録させてもらいました。っていうのは、ちょっとシアノバクテリアは、種名がちょっと揺れていて、ゲノム登録の場合にも、タックス ID を新規に振られるっていう、ちょっと例外な例があるんですけど、なので登録するときはタックスの ID1 を、登録しています。で、このオーガニズムに対して、リコンシレーションっていうサービスが、機能があって、ここに、ちょっと、アットスタンダードサービスっていうところで登録して、先ほど紹介したリコンシレーションサービス API をいくつか登録してあるんですが、この NCBI タクソノミーのリコンシレーションを走らせると、これ走らせて大丈夫かな。すいません。ちょっと軒並み遅いので。まあ、すみません。結果が、こちらに、解釈した結果が、裏側で保存されています。で、すみません。ちょっといろいろ割愛しますが、このリコンシレーションサービス API が、ID とか名前を返してきて、その結果の ID をここで提起しています。なので、1で登録したんですが、現在 NCBI のタクソノミーデータベースにこのタクソノミー ID が入っているので、リコンシレーションサービスを経由して、このオーガニズムネームをクエリに投げたときにタクス ID が取得できるというようなことが、このオープンリファイン上で実現できています。というところで、まあ、ちょっと、まあ、簡単な紹介なんですが、詳しくはなんか聞いたに、山本さんが、リコンシレーションサービス API のなんか、上級者編の記事を書いてくださっているので、詳しくはそちらも参照していただければと思います。はい、で、で、さらにこの作業を、これまで割とオープンリファインの GUI のインターフェースずっと作業してたんですが、おととい、ようやく、オープンリファインに対してクライアントから、バッチで叩けるっていうところを探してたら、ようやく使えるものが見つかって、今日に間に合ったので、ちょっとご紹介します。これ Python の、クライアント実装なんですけど、オープンリファインの API を叩いて、バッチで処理できるっていう状況です。で、まあ、Windows とか Mac とか Linux のダウンロードすると、バイナリーが落ちてきて、具体的にはそのバイナリーに対して、クリエイトで PSV ファイルを実行するとその TSV ファイルを使ってプロジェクトが生成されて、で、まあ、情報を見たりリストを見たりとかして、で、前に作業した、先ほど紹介した履歴の JSON をアップラインしてあげて、エクスポートしてあげると、オープンリファインで作業した、結果がコマンドラインで、バルクで回せるっていうような状況になって、なので、なんか、作業したものを、次からは、スクリプト化して、回すっていうことも実現可能な状況でした。で、まあ、ちょっと最後に、先ほどが、ハーモナイズネーム、プロパティの揺れっていうのは、なんとかもうちょっと、解決できるといいかなと思っていて、先ほど、太田さんが紹介した、ズーマとか、この辺の表記揺れっていうものを、うまく DDBJ のバリデータに反映できるといいかなと思ってます。まあ、そのために、パッケージとかアトリビュートの定義の拡張とか、実現できる。で、一部解決できるかなと思ってます。あと、現在、DDBJ のバリデーターっていうのは、サブミッション単位の、レコードをポストしたときに、エラーとかワーニングの数と、
結果をまとめて返すんですけど、入力にバリデーションができない。なので、先ほどのこうズーマみたいにキーバリューのセットを投げたときに、オンライン、GUI上でエラーを返すみたいなことが実現できなくて、本当は、こういったものがあると、ポチポチユーザーがしているときに、レスポンスできる。まあ、その一つの、解決方法として、こういうオープンリファインの、リコンシレーションサービス API みたいなもので、サジェストするっていうことを実現できると、そういったことが解決できる可能性があるかなというふうに考えています。以上です。ありがとうございます。